はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、作ろうゴルフの森のね、動画をね、ちょっとね、昨日アップロードしたんですが、昨日アップロードしたね、24が、なぜかね、マイクの音声が入ってなくて、ただね、あの iPad の方に残ってる元の動画は、はい、こんにちは、ジャンゴです。こんな感じで、マイクの声ね、残ってるんだよね。なので、この動画をね、もう一回上げ直してみたんですが、やっぱりね、YouTube 上にアップロードすると、このマイクの音ね、入ってないんですわ。ってことで、ちょっとね、対処法がわかんないので、この、撮ってある動画を、もう一回ね、撮りますと、いうことをやろうと思うので、まあ、ただね、ちょっとね、1時間超えになっちゃってたから、今回、この時の動画。二分割して30分ずつでね、あげようかなと思うんですよね。なので、まあこれからね、ちょっと30分分、再生して、見ていこうかなと思います。まあ基本ね、今の俺は黙ってるので、そんな感じで、よろしくお願いします。ということで、まあ撮りましょうっていうか、まあ撮ってるので、とりあえず再生をして、俺は黙ります。では。今回は作ろうゴルフの森に続きからやっていこうと思います。ということで、12年目7月3週目からですね、前回オープン大会 A をね優勝できたので、あとはねランクアップ条件、まあ年間売上は、ほっとけば達成できるとして、コンペ数3回ですね、これだけ、今回やって、ランク5に上げるとこまでが今回の目標ですかね。じゃあまず、そうか、前回コンペまでやって、終わったんですね。だからまあ見守っておきましょう。さてさてさて、そうね、どうしようかな。まあとりあえず、帽子コンペをね今やってるみたいなので、準備中4分の2ってどういう状態これ。あ、始まった、帽子コンペ開始しましたね。はい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 、なるほど。まだね、帽子のキャラがあんまりたくさん解放されてないみたいで、見た感じはね、4人しか参加者いないという過疎コンペになってますが、スーパー雪原のコース、とりあえず74点からスタートしてますね。まあハッカーの2人がね、ちょっとカートに乗ってないので、その辺の進行が遅いのかなという感じですか。はい、オッケー。はい、オッケー。とりあえず、4人しかいないからね、サクサク進みますね、これは。で、2コース目がパワフル水中のコース、ここもまあそこそこの評価をもらえてる感じですね。バーディー出して、参加者4人のうち2人はカートに乗れるから、ハッカー2人がねちょっと進行を遅くしているっていう、状態になってますね。で、最後の3コース目が、和風のコースですね。はい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 、まああっという間に終わるね、これは。帽子コンペ参加者少なかったおかげで。 OKOK。さあ、そうしたら、どうしようかな。まあ、9月か、あと2回コンペやるのね、コンペの参加者数によっては、年をまたいじゃうと思うので、年をまたいじゃうとね、また、売り上げに関してはやり直しになっちゃうから、まあ、売り上げはとりあえず気にせずに、コンペ数だけ、しっかりね、稼いでいきたいかなと思います。ということで、ハッカー2人もね、やっと最後のコースに入りましたね。さあ、サクサク行ってもらいましょう。はい、どこまで飛ばした？はいはいはい、2打目でそこね、トップって出てるハッカーの方がちょっと変なとこに飛ばしちゃった感じか。はい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 、はい、 OK。 はい、こちらも終了ですね。帽子コンペ参加者全員ホールアウト、お疲れ様でした。ハッカーさんが見事優勝。おー、マイナニうまいね。
はい、コンペありがとうございました。おー高得点だね。帽子コンペのレベルが一気に5までアップ。そして、男の子の世代人気が、レベル6に上がりましたね。これで全世代レベル6以上にはなってますね。はいはいはい、好調だかね。さあ、次のコンペ行きましょう。まだレベル1のやつをちょっとレベル上げたいかなと思ってるので、少年フレッシュ、フレッシュかな、フレッシュコンペ行ってみましょうか。難しさ建物ハイビスカス、難しさ建物ハイビスカス。あれあんまりいいコースがないな。ちょっと待てよ、帽子じゃない、フレッシュじゃなくて、少年ゴルフ団にしてみるか。で、レジェワフスタートの、レジェワフレジェンド光、レジェンドワフ、これでいきましょう。少年コンペ、さあそしてジムのレベルアップ。さあ少年コンペの参加者は12人、結構来たね。はい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 、まあ行ってもらいましょう。すげえバスの数だな。え、これ何？こんなに来ることあんの？こんなに来ることあるんだ。へー、すげえ。渋滞してるじゃん。お、俳優の満足度60突破。シルバーに行けますね。こんにちは。いつも楽しませてもらってます。要望、雪原コースでゴルフがしたい。雪原特徴700以上。700か。コンペ始まりましたが、雪原の特徴、スーパー雪原は雪原の特徴324、全然ないな。マジで？雪原の特徴むしろこっちのがある。700はないね。でも雪原459、やっぱりこっちの方が雪原の特徴が出てる、冬のゾーンでね。ただ700はないから、これ雪だるまガンガン並べるか、ここに。しょうがない。お、レジェンドワフ100点、いいね。雪だるま量産しますか。まあ雪だるま量産するにしてもね、ここに置こうと思った以上、コンペが終わるまでちょっと手出しできないんだけどね。まあこっちはね、ただでさえ水面が多いから、ごちゃごちゃさせすぎると難易度上がっちゃうから、あんまりこっちいじりたくないっていう意味もある。というわけで、コンペをね見届けて、雪だるまをねたくさん置きたいかなという感じですね。まずは、最初のコース終わりそうですね。お、100点で終わった。やったね。 OKOK、 素晴らしい。さあそして、第2コース、レジェンド光は66点。まあこっちはねニコニコマークじゃなかったからね、ニッコリマークだったから、しょうがないかなという感じですが、まあそれでもね、ここから上がるか下がるか、上がってほしいけど。さてさて、まあ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 、おガキ大将の腕前が A ランクに上がる。トリプルボギーのやつもいるな。さあさあさあ、あと4人か。もうすでに、コンペコース3の方にね8人9人来てる。幽霊の満足度30突破、また要望が来るね。 OK、 要望、はい、何でしょう。和風のコース、和風600、これはある。すでにレジェ和風が和風600超えてないはずがない。チェックしてないけどちょっと待って、まあ、確認してもいいんだけど、確認するとねその間時が止まっちゃうから、さっさとコンペを終わして雪だるまをね確認するついでに、和風の特徴は確認しましょうかって感じで、行こうと思います。さああと7人、もうみんなね最後のコースに来てますね。93点ということで、100点93点95点、 OKOKOK、 これは結構高得点だね、和風コースが。レジェンド光がちょっと、57点とかですが、
まあでも平均したらね、80点ぐらいになるのかな。さあさあ、これもね、レベル1からレベル5ぐらいまで一気に、ね、コンペのね、レベル上がりそうですね、この感じは。さあ、あと3人ゴールしてもらいましょう。ああ、ちょっと勢い良すぎて落ちた、OB。かわいそうに。俳優の腕前が上がる。さあ、あと2人ちょっと苦戦してますね。もう1打かかるか。あ、うまいうまいうまい。オッケー、ナイスパット。はい、少年ゴルフコンペ、ホールアウトしました。1位はワンパク少年さん。マイナさん、うまいね。おっちゃんがちょっとプラ13で結構叩いちゃってますって感じかな。さあ、しかし、レベル5まで一気に上がりましたね。オッケーオッケー。男の子の、世代人気が14プラス。さあ、あと1回。コンペをすればランクアップできるんですが、まあ、その前にちょっと雪原の特徴、ここにね、雪だるま作りましょうか。でん。でん。お、雪だるまランド、こんなのもあるんだ。へぇ。あー、どっち向けようかな、こっち向けいっか。こんな感じで雪原の特徴を超えたんじゃないかな。あ、669、微妙に超えてない。超えてないなら、あとはちょっと強化で上げちゃおうかな。雪原雪だるま、雪だるまのレベル上げて雪原の特徴を増やしていきましょう。まあ低木とかも上げてみるか。雪原の木、まあこの辺のね、雪だるみのやつ一通りちょっとレベル上げれば、いくんじゃないかな。雪原の特徴700超えましたね。 OKOK。ついでにちょっとこのコースの他のも上げてみますか。何上げよう。まあフェアウェイとかは、結構たくさん数を敷いてるから上げてもいいかなとかね。グリーンは、レベル3でマックスだと思うので上げちゃいましょう。こっちも、サクサク上げていくか。自然ポイントもね、積極的に使ってっていいと思うんでね。このコースが、主力。あ、バンカーって3でマックスじゃないんだ。へー、じゃあ一旦ここでやめとくか。一通りね、10で上げれるとこを上げていきましょう、先に。まあ池も上げて、まあ石の橋、まあ石の橋はね、使ってる数が和風より少ないから、まあ和風を優先してもいいんだけど。はいはいはい。アジサイもあげちゃいましょう。桜もあげる。モミジあげて。一気にね、このコースを強化していきましょう。キャラと、ツツジと、石灯籠ですね。カエルの置物もアップ。五重の塔。ヤシの木とデッキチェアも上げちゃう。結構自然ポイント使ったね。グランドライトも上げちゃうか。これでこのコースかなりレジェンド和風なコース、景観4500超えた。いいんじゃない、なかなか。はい、そしてじゃあ今回で25回目のコンペになるかな。24回、そうだね。ではラストコンペいきましょう。まあラストコンペっていうか、とりあえず星5までの目標で言うとラストコンペね、いきましょう。何コンペで締めますか。 SNS コンペとかどうかな。景観リゾート、文明、
あー、これはどうでしょう。あ、全部、じゃあこのまま行きましょう。 SNS コンペ、開催してもらいましょう。お、またバスが結構いるね。お、年度が変わる。レジェンド和風293ハート。あ、これナンバーワンの方か。まあ1位取ってるよね。 OKOK、レジェンド和風が1位を獲得、おめでとうございます。3万ゴールド、ありがたいね。来年も頑張ってください。 OK で、パン屋さんのレベルが上がりましたね。時計屋さんもレベルアップ。はいはいはい、 OKOK。じゃあこのまま、とりあえずねコンペを終えて次へ向かいましょう。1月1日になったんだけど、これで、ランクアップ条件、あ、やっぱりねちょっと売り上げがリセットされちゃったので、まあ売り上げ上げていきたいですね。宣伝入れるか。参加者は10名。はい、OKOK。コンペで選んでないコースに宣伝をちょっと入れていきますか。売り上げがねまたリセットなので、どこ行こうかな。レジェンドリゾートがまんべんなく上がるから、レジェンドリゾート宣伝しようかな。レジェンドリゾートを、テレビ CM でまんべんなく宣伝しましょう。 OK。 さあ、そしてレジェ光は、あれだよな、宣伝するにしても、パワフル水中か、コンペコースに選んでるから選べないよねって話をしようとしたんだけど、パワフル水中着ぐるみショーでいきますか。子供人気がね上がるんでね、宣伝しましょう。さらに砂漠チンドン屋行く。砂漠チンドン屋行くか。砂漠チンドン屋行きましょう。そして、ブルジョア水中、ブルジョア水中でも行きますか。ブルジョア水中宣伝して、これ子供、子供向けで行こうか。うん、 OK。とりあえず、竹林シルバー、そうだな、雪原、まあ雪原子供向けで宣伝してみるか。はい、これで宣伝5つかな。ちょっとごちゃごちゃしてて見えないが5つあるような気がする。1,2,3,4,5、うん、そうだね、5つありますね。オッケーオッケー。じゃあ、あとは、コンペを見守りながら、売り上げをね伸ばしていきましょう。さあ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 、始まりましたね。参加者10人、まあスムーズに、進んでいくかな。お、テレビ CM 準備完了。オッケー、年配男性もうちょっとでレベル上がるね。そして着ぐるみショー、年配男性はまだ上がらない。チンドン屋、これで年配男性上がるね。お、レベル8来ました。オッケーオッケー。年配男性、世代人気がレベル8、コース利用量が増える。さあ、着ぐるみショーもやっていく。大人女性がもうちょっとで上がるな。さあ、着ぐるみショーもう一発。はい、という感じで、まあ、宣伝が、実行されましたね。あとはコンペをちょっと見守りましょう。帽子団がバスで来た。お、コンペ関係なくバス客来ましたね。お、要望が1件追加された。何が増えたんだ、ちょっと見てみましょう。雪原でやるのは見たから、白黒のコース、あれ白色のコースってまだ達成してないのか。和風のコースがあったらな、和風のコースあるので、ハッカーの個別レッスンですね、今増えたのは。
あーっとごめん、やっちゃったよ久々に、ドライバーはね超えちゃうとこうなるとちょっと控えめでやるべきか。あー、ここを控えちゃうのはねちょっと微妙なんだけど、レジェンドリゾート難しさ361はね少しね逆にゆっくりめなのかな、もう今となっては。あのレジェンド枠難しさ1000超えてるあそことかねちょっとやられるともう完全に運になっちゃいそうな気がするんだけど、個別レッスンありがとうございました、レッスン中に見つけたものがありますということで自然ポイントをもらう。はい、オッケー。お、ワンパク少年満足度100いきましたね。こんにちは、ジャンゴ。また予防だね、これは。青色のコース、青色700か。青700って、むずくない？とりあえずレジェンド枠を、確認すると。ということで、青700。青、281か。まあ、池とアジサイ、なるほどね。ってことは、池のコースが結構青は多いのかな？このコースどうなってるだろう？パワフル水中が、青色の特徴がどれだけあるか。青は159か、ちょっと少ないな。こっちかな？ブルジョア水中の方が青いかな？あー、でも青273か。こんだけ水面あって273なの？お、レジェンド光で100点が出た。98、100。なんか、高得点出そうだね、今回のコンペは。さて、青700どうしますか？青700どうしますかですが、ちょっと待って、青色の特徴が池と、聖高い海底岩に700、あ、700じゃない、聖高い海底岩に青の特徴がちょっとあるのか。そうですか、そうですか。3個しかなくて、90だから1個30ポイントか。でもこれたくさん、立てたりちょっとしたくないな。どうしようかな。そうだな。お、レジェンド和風も100点。いいね、いいね。98、99、100、かなり高得点なコンペになるんじゃないか、これは。ここにもう一個水中のステージ作って、そこで青700目指すか。それもそれでありなんだよね。青700達成のためだけに、水コース作るのはありですかね、場合によっては。作れるコース数にはね、ちょっと余裕があるからね。まあでもとりあえず今はコンペを 見届けちゃいましょう。一人まだ、2コース目やってますね、ハッカー。あーっと強いよ、パッド。ググって言ってるけど。なんかパッド強いやつ多いんだよな、ここ。なんかグリーンが広いと、パッド強打しやすい仕様とかあるのかな。ここね、グリーンの特徴で、目標達成するためにグリーン広くしちゃったんだけど、なんとなくね、グリーンが、あ、ガキ大将見逃してたけど、石がいっぱいのコース見たい。石の特徴500。なるほど。ちなみに、レジェンドは石の特徴いくつある？灯籠が置いてあるから結構石の特徴700いってますね。オッケーオッケー。じゃあ、このコースで遊んでもらえばクリアですね。はいはいはい。なるほどね、と。そして会社員の腕前が A に上がる。オッケー、オッケー。まあ、あとは、どうしようかな。まあ、とりあえず、ゴールしてもらってから考えよう。はい、SNS コンペ、全員参加者、ホールアウトしました。お、トップ5は全部、パー以上の成績を残してる。レベル高いね。いいんじゃないですか？さあ、そしてレベル5まで一気に上がる。OK、OK。さあ、今後も積極的に頑張りましょう。発明家満足度60突破。これでシルバーにね、できますね。要望達成で。竹林500か。了解。竹林500、あ、もう達成した。早っ。速攻じゃん。竹林500。了解、了解。
これは OK、 シルバー会員になる、ハートに乗る、さらに、ハート30か、まあ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 、ありがたい、ガチャポンレベルアップ、在庫増やしましょう。そしてお、お坊ちゃん満足度100突破 OK。 これで要望が出ますね。広いコースでプレイしたい、コースの広さ500点。なるほどね、一番広いコースはやっぱレジェ和風なんですが、広さの特徴が500以上あるかどうか。コースの広さは340、これで340か。え、500って結構でかいコース求めてるね。まあでも分かったよ、じゃあいいよ、広げるよこのコース。お、じゃあコース、一番広いコースをね広げちゃうのが、広さに関してはいいと思うので、手っ取り早いと思うので、レジェ和風広げますか。はい、まずは外の囲いを作って、それから、こっちの仕切りをねぶち壊していきましょう。はい、そしてどうしようかな、一旦そしたら、ゴールをこっちに変更して、で、グリーンじゃないな、グリーンか、グリーンをねちょっと、いろんなグリーンで囲んでみますか、レジェンド光みたいに。ちょっと見栄えに、こだわって、次はこれかな。まあバンカーっぽいやつを使って3枠目、さらに、雪かな次は、雪原のやつ使って。で、さらにこの外を、宇宙のグリーンで囲っちゃいましょう。一番大外を普通のグリーンもう一周囲うかせっかくだから。はい、こんな感じでどうでしょう。そしたらね、こっちのグリーンは、一応壊しておこうかな。はい、そして、フェアウェイですね、フェアウェイ敷いちゃいましょう。あれ、これって、ああそうだよね、池も消えちゃうんだよね確か。まあでもちょっといいや、とりあえずこの辺をねフェアウェイにして、まあリゾートゾーンは置いといて、ここの池どうしようかな、まあとりあえず塗りつぶしちゃうか、何かしたかったらまたすればいいし。そうね、とりあえずは、みんな下はねフェアウェイに一旦しておきましょう。これでコースの広さ、500点超えてなかったらどうしよう。超えててほしいんだけど。あ、510。これで 510? 超ギリギリじゃん。こんな広いコースが必要なのかよっていうね。はいはいはい。まあでも、達成できたので、どうしようかな。なんか、この辺飾り付けしたいね。富士山映すか。一点特化であのコース強化に
そろそろ30分かな。どうだい。あーでもこれ下のバーいじると時間が動いちゃうな。どうしよう。もしくはあれ、そういえば俺この噴水って2個目設置してねえな。もったいないから噴水設置しますか。多分ね設置忘れてるんでしょ、高層部じゃ。まあ、噴水まあじゃあ噴水置いたところでちょっと区切って後半にしようかなと思います。ちょっとね後半をね撮るときにまた、分かんなくなっちゃうから、じゃあ噴水設置した瞬間で、この動画は止めましょう。噴水、あそうだね、噴水あるね。じゃあここに噴水置いて、噴水の周りは花で囲もうかな。どうしようかな。花で囲むか、飾ったところで区切ろうか。ラベンダーでちょっと牧場要素出すか。ここね、牧場要素はないからね、今のところ。花畑。とりあえずラベンダーで囲んでみて、角アジサイ。お、紫のコースの要素が出てきたね。さらに、この周りをちょっと池で囲んでみますか。池は、こっちか。あ、こうやっちゃって大丈夫かな？はい、OK。そしてだ。はい、じゃあ、ここでね、ちょっと動画、前半後半にね、分けて、今回はね、アップロードしてみようかなと思います。ってことで、まあ、今回はね、これで終わります。ちょっとね、今回ね、まあ、原因がちょっとわかんないからね、またなっちゃう可能性もあるんだけど、一応ね、二分割にして、撮ってある動画をね、動画に撮り直すという形を、撮って、もう一度ね、ちょっとアップロードしてみようと思います。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。